あやつり人形の早々更新曲はシャルルグノーの商品である。1872年にピアノ独奏用に作曲され、1879年に還元楽に編曲された。アメリカのテレビ番組ヒッチコックプレゼンツのテーマ曲としてよく知られている。1871年から1872年にかけてイギリスのロンドンに滞在していたグノーは、 バーレスク組曲というピアノのための組曲を書き始めた。この曲を完成させた後、グノーは残りの組曲を放棄した。この曲はコンセルバトワール交響楽団の第一バイオリンであるアルフレッド・ビギエの妻でピアニストのビギエ夫人に検定された。ピッコロ、フルート、オーボエに、クラリネットに、バスーンに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンさん、オフィクレード、ティンパに、 バスドラム、シンバル、トライアングル、言語部、操り、人形の早々更新曲は以下のようなあらすじからなる。さらに楽譜の各所には以下のような序文が加えられている。この音楽は少なくとも4つの初期の映画に使用されたアルフレッド・ヒッチコックは1927年の映画サンライズでこの音楽を聴いていた。1955年、ヒッチコックは テレビ番組、ヒッチコックプレゼンツのテーマ曲を決める際に操り、人形の早々更新曲が自分に与えた影響を思い出したという。このシリーズは10年間続き、テーマ曲は1955年、1960年、1962年、1963年、1964年の5回、多くの編曲者によって演奏されたが、最後の編曲者は、 バーナード・ハーマンで曲を3分の1に胃腸させている。操り人形の早々更新曲は1959年に BBC のラジオ番組無人島の一枚でヒッチコックが架空の無人島に持っていくために選んだ8曲のうちの1曲でもある。ありがとうございます。